はいどうも、ケイキングです。今日はですね、キャプテン翼、やっていきましょう。前回動画上げて、まあ、まだ動画上げててもね、まあ、1本しか上げてないんですけどね。クリアしました。この、エピソードオブ翼。はい。クリアして、クリアするとね、まあ、好きな対戦ができるみたいです。こうやって選んで。で、今日はね、こっちやってもいいんですが、これ。エピソードオブニューヒーロー。まあ、サクセスみたいな感じなんですね。これめちゃくちゃ面白そうですよね。はい、これちょっと初見でやっていきたいなと思います。で、翼をクリアしてね、ポイントをもらえたんですよ。で、ポイントをもらってカードパックの開封はしました。で、ピエール出てきたりとか、まあ、ヒューが出てきたりとか、まあ、いろんなキャプテン翼のキャラが出てくるんですが、それを使えるんかな？さっきのヒーロー、なんちゃらヒーローで。これ。これです。オールスターパックとね、ジュニアユースを開けました。ポイント持ってる分だけ。で、今持ってるのが、被るとこうやってレベルが上がるんですよね。で、もっと、こう、強い選手を作るってなるとレベルを上げた方がいいんかな。どんどん引いてディアスとかね、ちょっと使いたいね。この辺ビクトリーノとかもいます。あとジノとかね。まあとりあえずいいか、行こう。前回もね話したんですが、キャプテン翼はねほぼ全て持ってます。あのゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス、ファミコン、スーパーミコン、プレステ、プレステ2。あとは、ゲームキューブとかもありましたっけ？それもね、あると思います。あとは DS。行こう。俺、キャプテン翼でサッカー始めたんで、キャプテン翼好きなんですよね。はい、行きましょう。これ、エピソードオブニューヒーロー。ちょっとやってみます。これはね、公式で見ました。なんかこの選べるというのは、3つ。だ松山がいいか、三杉がいいか、ヒューガがいいか、松山は一番好きっすね。こん中だったら。まあ、見すぎも結構好き。まあ、ヒューは別に嫌いってわけじゃないんですが。どうすかな？見すぎ行くか。はい。行きましょう。見すぎが、ミッドフィールダーにいるので、どうするかな。俺がどこになるかですよね。そうやね。まあ、点取りに行きますか。はい。で、ちょっと点取りに行きます。都市みたいなキャラを作って。あ、名前か。はい。じゃあちょっと名前から順番に決めていきたいなと思います。まあ、とりあえず、キングにしようかな。はい。で、まあ、どうかな、この辺は。適当に、ちょっとサクサクっと、決めていこう。色はね、まあこの辺、まあこの辺でいいかな。ヒューガスタイル、ジトスタイル、あーどうっすかね。じゃあジトスタイルにしようかな。はい。で買おうか。あ、形ですね、顔の形か。あ、結構細かく、ね、選ぶことできますね。まあまあこの辺でいいっす。この辺はこれちゃんと決めてたら結構時間かかりますよね。髪型はこの辺か。石崎やんつって。髪型どうしますかね。浦部スタイル、まあ、どうしますかね、これ髪型。まあ新田とかでもいいけどね。これ
なんとも言えんやろ。まあさね、まあミサキチックにしてもいいしね。まあ裏目で行くわ。うん、行こう。まあ初のキャラっすからね。これで行きましょう。まあこの辺はいいかな。はい、この辺はいいです。なんかもうちょっと寄せてもいいですよね。そうやね。赤黒的な感じで。あ、ボイス。それ、いや、それ、いや、それ、おら、おら、おら、おる、た、た。結構ありますね。それ、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 いや。石崎、これで行こう。メガネはいらないです。ロベルト。ロベルト仕様にしてもいいよね。はい、じゃあ確定。最初能力とか低いんすかね。あ、来た。選手変更。最初はこんな感じか。はい、まあ南葛のチームが入っていると。どうしますかね。全てランク以下。まあここからどんどん使っていかないといけないですかね。じゃあ、あー、どうすかな。条件、レベル、ポジション、一応こんな感じでね、並び替えることができると。少ねえ、こんだけしか選べないですね。もっとカード集めないといけないですけどね。じゃあ立花兄弟でいこうかな。はい、あー、新田連れてく。新田にするか。これどうなんすかね。交流を図りたい選手たちを選択できます。今フォワード選んでるので、フォワードの選手を連れてった方がいいかな。あ、この辺とかもおるか。見過ぎはでもここにいますよね。パワープロ2013とかのさ、カードこう選ぶじゃないですか。あれのまあパック開封とかさ、あのガチャ俺結構好きですよね。マネージャー当たれっつって。うん、まあこの辺持ってってもいいね。どうしようかな。一旦とりあえず連れておこうかな。じゃあ、あとは、まあ、ミッドフィルダーかゴールキーパー。ゴールキーパー、ゴールキーパーいらんやろ。翼、あ、たけし持っていこうかな。たけし。東方からもう一人持っていくか。じゃあ、ソリマチにするかな。いや、ミッドフィルダーもう一人入れますか。石崎。こう結構かぶってるやつ選ぶのもいいかもしれん。まあ、ヒューガもね、結構かぶってますよね。レベル3。いいや、とりあえずじゃあ相談持ってこう。はい、ちょっとこれでいってみます。まあ初見なんでこんな感じでとりあえずやってみます。大空翼、日向小次郎をはじめとする日本サッカーの黄金世代が集結した全国中学生サッカー大会は、激闘に次ぐ激闘の末、南葛中と東邦学園の同時優勝で幕を閉じた。そしてそれは新たなる始まり、黄金世代の新たなる挑戦の始まりであった。なんだって、フランス国際ジュニアユース大会が中止。ええ、はい、そんな。わかりました、急ぎ本部に戻ります。片桐君、今の電話はフランス国際ジュニアユース大会が中止とはどういうことかね。はい、まだ詳しいことはわからないのですが、全国中学生サッカー大会後に我々が参加予定だった
フランス国際ジュニアユース大会が中止になったとの発表があったそうです。また同時に新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジがアメリカで開かれることも発表されたと。それは、それで新たな大会の運営からサッカー協会本部に大会への招待の知らせがあったので、早急に情報収集に当たってほしいとのことです。三上さん、一緒に本部へ向かいましょう。ああ、うん、片桐君、ひとまず集めた情報を整理しよう。はい。まず新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジは再来月に開催されるということです。その大会の参加国ですが、フランス国際大会に出る予定だったいくつかの国が参加を辞退。代わって多くの国が新たに参加しています。主なところで言いますと、開催国のアメリカ、アフリカのホープセネガル、伝統の強豪国オランダ、そしてサッカー王国ブラジル。厳しいな、強豪ばかりじゃないか。それにしても、あの噂はそういうことだったのか。噂ですか。ドイツから帰ってくる直前、向こうのサッカー協会関係者が話していたんだ。フランス国際大会に招待されていないことに不満を持った国々が協力して何か計画しているらしいとね。しかしそれはフランス国際大会への参加を求めることだろうと彼らは言っていた。それがまさかフランス国際大会が中止、さらに新たな大会を開催だったとは。またフランス国際大会前の来月中旬に日本代表の強化試合として予定していたイタリアなどのジュニアユースチーム、そしてドイツとオランダのクラブチームからも試合をキャンセルしたいと協会に申し込みがありました。おそらく向こうの協会が代表強化のためにスケジュールを変更したのだろう。それらの国だけではなく、フランスなど他の国々も同じようなことを考えているに違いない。我々はフランス国際大会の参加国を前提に戦力を分析し、代表強化策を練ってきましたが、新たな大会は間違いなく我々の想定を大きく上回る激戦が続くことになりますね。その通りだ。いかに大空翼や日向たち黄金世代が育ってきているとはいえ、我々の見積もっていた戦力で新たな大会を戦うのはかなり厳しい。我々はもともと全国中学生サッカー大会終了後に代表候補選手を選んで合宿を行い、そこで代表選手を選抜、その後欧州に遠征し強化試合を行ってフランス国際大会に臨む予定でした。しかし強化試合がキャンセルとなれば欧州遠征は中止せざるを得まい。となると全国中学生サッカー大会終了から新たな大会まで1ヶ月以上も期間が空いてしまう。我々は外国の強豪と試合をすることで選手たちに刺激を与え成長を促すつもりでしたが、今から他に強化試合の相手を求めるとなると、かといって国内ではそれほどの強豪は多くありません。空いた1ヶ月を有効に使えるとは言い難いです。片桐君、時間はないが我々も代表の強化策を練り直さねばなるまい。はい。日本サッカーの成長にとってこのチャンスを逃すことは絶対にできません。Thank you.
精一杯やったんだ。悔いはないさ。ニューヒーローリーグ？はい、来月アメリカでジュニアユースの国際大会が開かれることになって、その大会に派遣する日本代表の選手を選ぶためのエキシビションのリーグ戦だそうです。なるほど、つまり代表の選考会のようなものか。それでサッカー協会から学校に連絡があって、その大会に武蔵中も参加することになったって、さっき監督から話があったんです。ジュニアユースの代表選考ということは、僕たち3年生も参加するのかい？はい、監督はそう言ってました。リーグ戦の組み合わせ表をもらってきたんで一緒に見ましょう。全部で14チームの参加で、7チームずつに分かれてのリーグ戦か。俺たちのリーグにはどんな学校が入ってるんだ？フラノ、東邦、南葛。いやすごい実力校ばっかりだな。代表選考も兼ねてるってことは、力が近い相手を当ててるんだろうな。そうじゃないとプレーの質がわからないし。じゃあ武蔵中も評価が高いんだな。ああ、かっこ悪いところは見せられないな。南葛と同じリーグということは、今度こそ翼くんと戦えるんだ。美杉さん、これは翼くんから？みんなちょっとすまない。美杉くん、久しぶりだね。うん、久しぶりだね翼くん。美杉くん、ニューヒーローリーグのことはもう聞いた？うん、ついさっき。武蔵中と南葛中同じリーグだったね。うん、小学生の時に美杉くんと戦ってから、また戦いたいってずっと思っていたけれど、なかなかチャンスがなかった。でもついにそのチャンスが来たね。今から楽しみだよ。うん、僕もさ。南葛中と武蔵中が当たるのはリーグ最終日の最終戦。お互い万全の状態で最高の戦いをしよう。ああ、もちろんさ。約束だ翼くん。できれば南葛中も武蔵中も全勝同士で当たれるといいね。それじゃあまた。全勝同士で対戦か、いかにも翼くんらしいな。でも確かにそうなれば最高だ。今回のリーグ戦は公式戦じゃない、あくまでもエキシビションだけれど、全勝同士で最終戦となれば、やはり全勝でリーグを終えたいし、そうなれば試合ではおのずと力が入る。つまり全国中学生サッカー大会に勝るとも劣らない真剣勝負ができる。翼くんはきっとそう考えているんだ。そしてこのリーグは代表選考も兼ねている。活躍次第では僕のもう一つの夢、代表の選手になる可能性だって。君は美杉君だね。はい、そうですけど、あなたは？私は日本サッカー協会の片桐というものだ。え？サッカー協会の方が武蔵中にどういったご用件でしょうか？武蔵中にというより、美杉君、君に話があってね。僕にですか？知っているかもしれないが、実は来月アメリカでジュニアユースの国際大会が開かれることになったんだ。はい、先ほど聞いて知っています。そうか、それなら話が早い。美杉君、日本サッカー協会は君に代表に参加してもらいたいと考えている。けれど、その代表選考のためにニューヒーローリーグが開かれるんじゃないんですか？選手の選考については
その通りだ。だが我々は君にコーチとして参加してほしいと思っているんだ。コーチとして？私も君が小学生の時から見続けてきたが、君はサッカーセンスがあり頭もいい。そして何よりも周りの人間を冷静に観察できる目を持っている。だから同年代の君にコーチとして参加してもらって、代表の選手たちを指導してもらいたいんだ。コーチだなんて、そんな、僕にはそんなことは。それに僕にも代表の選手になりたいという夢があります。そう簡単にお受けするわけには。だが君には心臓病のことがある。国際大会は過酷なものだ。全ての試合で強度の高い全力プレーが要求される。その分疲労の蓄積も大きい。そんな国際大会に体に不安を抱えた選手を連れていくのはチームにとってリスクだ。もちろん君自身にとってもね。それはそうかもしれません。しかし今まで試合中に心臓に異変を感じたのは、主治医から言われている出場時間を僕が守らずに長く試合に出続けた時だけです。ですからきちんと出場時間を管理すれば何も問題は。君がそう主張するだろうことは予想がついていた。我々としても君が試合に出られるならば、もちろんそれに越したことはない。君のテクニックと戦術眼を代表の戦力に生かせないのは日本代表にとって大きな損失だからね。だから君に条件を出すことにしたんだ。条件ですか？ニューヒーローリーグ全6戦それぞれの試合で30分以上出場すること、その中で強度の高いプレーを維持すること、その2つを満たせたら選手としての登録を考える。本当ですか？ああ、もちろん体調に異変があったり医者に止められたらすぐに交代してもらう。そのことを先ほど武蔵中の監督さんにも話をして了承をいただいてきたところだ。さっき君自身が言った通り、君は無茶をするからね。はい。我々としても体の耐久力に不安がないと判断する材料が欲しいんだ。できるか？はい、もちろんです。いい目だ。その強い意志も代表には必要なものだ。期待しているよ。ではニューヒーローリーグで会おう。全国の強豪が集まったリーグ戦、その全試合に30分以上出場して質の高いプレーをし続ける。厳しい条件だけど絶対にやってみせる。そして全勝同士で翼くんと戦って、翼くんと同じ代表チームで戦うんだ。聞いたか？ああ、西杉さん。行くぞ、サルダ！くそ、またシュート吹かしちまった。あれ、もう少しパスのタイミングを測るべきだったな。いやいや、俺のせいだ。その調子でもう一回頼むぜ。ディフェンダー、いいプレッシャーだったな。こっちだって、そう簡単にはやらせないさ。ああ、三杉さんが入るまで守りきるのがうちのサッカーだからな。よし、それじゃあ選手の入れ替えだ。今度は1年生も入ってこい。こうやって改めてスコアブックを見返すと、武蔵中の弱点は明らかだ。前半は守りに徹して、後半僕が入ってから点を取りに行く。つまり僕だよりのサッカーなんだ。だけどそれには限界がある。そのことを
東京都大会の決勝戦で思い知らされた。監督、僕が行きます。これ以上得点されたらこの試合勝てなくなります。東邦学園との試合は前半に3失点したことで僕の投入が予定より早くなり、結果交代を余儀なくされて負けた。この弱点を克服しなければニューヒーローリーグで全勝を狙うことはできない。ジュン。ああ、マネージャーか。何してるの？うん、もうすぐ始まるニューヒーローリーグに向けてチームをどうやって強化しようか考えていたんだ。武蔵中の選手は本間たちをはじめ、どちらかといえば攻撃に特徴のある選手が揃っている。彼らを活かせれば前半から得点が狙えるし、相手にこちらの攻撃を意識させられれば守るにしてもやりやすい。けれどそのためには僕以外にチームを引っ張れる選手が必要だ。そんな選手が果たして。なんだ？グラウンドの方からね、行ってみましょう。なんだこいつは。くそ、そんなにうまくないくせに、なんでボールが取れない。彼は入れやがった。ナイスゴール。やるじゃないか。すごい、なかなかやるな。あの選手は確か1年生の。今のあの1年生、技術はまだまだ荒削りだけれど、上級生の当たりに負けない体幹の強さ、そしてボールを失うまいとする執着心は目を見張るものがある。彼はもしかすると。よし、みんな集まれ。今日の練習の仕上げ、紅白戦をやるぞ。じゃあチーム分けはと。いや、確か君とはまだ挨拶ぐらいしかしたことなかったかな。改めて僕がサッカー部キャプテンの三杉純だ。よろしく。君はフォワードだったね。お、来た。はい。ルート分岐、なるほど。まあとりあえずいろいろね、ちょっと答えてみますか。どうするこれ。やっと自分に目をつけましたか。いや、まずはさ、よろしくお願いしますとかにしようよね。基礎練習後でも元気だね。スタミナもありそうだ。いきなりだけどちょっと君の実力を見てみたくてね。この後の紅白戦で僕と同じチームに入ってくれ。一ノ瀬、彼を僕と同じチームにしてくれ。はい、わかりました。よし、それじゃあ行こうか。あ、なんかいろいろありますね。目指す、どうする、ドリブル、タックル、パス、どうすかな、パスかな。はい、これでいく。ドリブルにする。ドリブルしますか。はい、エリートプレイヤーのステータスを成長させていくことができると。ポジションによって上がりやすさが異なる。シュートでの得点、シュートね。ゴールキーパーのスピリット、現実だったら両で評価されるか。じゃあガンガンシュート狙っていこう。ボールをキープしたまま、まあこれちょっと難しかったりしますけどね。タックル、まあいいや、ちょっといろいろやっていきましょう。 OK。
で、アイテムも使えると一応。これですね。これあの、パック開封であの、カードだけじゃないですよ。あれ出てくるの。こういうね、アイテム出てくるんですよ。ただこれちょっともったいないか、今は。ただガンガンもらえる？この辺使ってみる？アビリティポイントが増える。うん、使いましょうよ。たくさんあればちょっと使っていこう。テクニックが上がる。まあ、これもいっぱいあるんで使いますか。もう一つ。あ、いいんじゃない？こんな感じで。はい。ただ結構時間きましたね。チーム編成。まあ、試合ちょっと次回にします。はい、チーム編成ちょっと見て。まあ、見すぎと同じチームですよね。オッケー、キングは左やね。よし。変更はできるか、一応。見すぎ強え。ほんまは？あ、強いっすね。あ、一応チェンジはできるんですね。はい、ということで、ちょっと試合したいんですが、まあ、一旦ここで終わりたいなと思います。どうしよう。ありがとうございました。